皆さんこんにちは、サムライアパートメントの京都ゆめです。はい、昨日ね、サムライアパートメントの、ライブ配信、クラウドファンディングライブというのをですねやらせていただいたんですけれどもね、今日はですね、そのダイジェストをですねご覧いただこうかなと思っております。フルでね載せてもいいんですけど、そうするとその後から見りゃいいやと思うでしょ皆さん。だからね、生で見てもらいたいんで、基本的にアーカイブは残さないので、その代わりちょこっと、ダイジェストをお送りしようかなと思うので、ご覧ください。 VTR Q。ちゃんと僕らもね、一応今日はですね、いろいろ対策をねしてるんですよね。今日はですね、僕と DJ のクライムの間にはですね、サランラップをですねこれちょっと見えるかな、シもちょっとこう見えますかね、こう縦になっちゃってるけど、これね鳥取式というね、鳥取式という形でですね、ちゃんと距離を取って間もサランラップでこうね、しないようにということです。そしてしもちゃんのね、この前にいるんですけど、これね特製の手作り侍式ライブとか行けるようになったらですね、このサムライアパートメントを必ず、ワンマンライブを実施しますと。そのために、そのワンマンで、必要な、お金をぜひ僕らライブこういう形で、ライブやるんで、ぜひクラウドファンディング、皆さんから、資金を調達させていただいて、応援していただいて、開催に結びつけていきたいなということで、やらせていただいております。
クラッチ地味やな、なんかドゥクドゥクなんかこうあれあったじゃん、レッツゴーみたいなあるでしょ、なんかあーガッチリスクラッチ、そうレッツゴーあるでしょ、あーそうそうそう、これやっていきますかドゥーンね、ドゥーンはどうした、いってみましょう、フィーバートリプルセブン、オーケー、まず皆さん手拍子からいきましょう、ドゥーン、はい、オッケー、じゃあね、今日です。どういうことかっていうと、僕がね、イエーイって言ったら、イエーイで返すということです。で、僕が言ったことを皆さんは返すんです。自分の家がライブハウスだと思って、元気よく返すんです。いいですか？元気よくですよ。オッケー。コロナに？コロナに？負けんじゃねえぞ！負けんじゃねえぞ！みんなで？みんなで！乗り越えるぞ！現状が聞こえる、現状が、うわなんだ、なんか聞こえてくるな、聞こえてくるな、まあ、とりあえず一回楽屋戻ろう、戻るか、楽屋戻りましょう、見てください、君と描く地図